今いろいろ値上がりしてる。ガチャガチャとかも今は300円とかも普通。ああ、まあ、100円のガチャガチャとかもうないよな。ゲーセンでさ、ゲームするときって1回100円？今でももうゲーセンもトントン行かなくなってしまったが。ちいかわ500円しておったまげた。ちいかわって何それ、ガチャのこと？ちいかわガチャってことですか？そういうのがあるの？ああ、ガチャ。まあ、ガチャも500円のガチャ全然あるよな、今。1000円ガチャとかも、ザラにあるよね。普通に。700円ガチャ。700円ガチャって半端じゃない？どう入れん？ 100 円を7枚入れんの？500円ガチャって500円玉やんか。700円ガチャとかあんねや。7枚入れんねや、100円を。あはつらいな。その値段設定、ねえ。ちょっと、大阪のスマートボール屋はまだ100円貫いてるぞ。100円25発。今ちょっとニコニコの限定とかで動画上げちゃってるけど、あの大阪でねめっちゃ遊んだんすよね。トリッピーが来てくれた時、そうなんかズズも来てくれてて大阪に、うん、なんでねトリッピーズズとトリッピーと昼間ずっとなんか動画撮りながら遊んだ後、夕方からズズも来てくれて3人で大阪で遊び倒せたんですけど、なんか普通に楽しかったな。ズズの立ち絵に久しぶり、いや全然久しぶりじゃなかったんけどね実は。ズズが大阪来てくれたから、普通にめちゃめちゃ最、むしろ一番最近あった。そうなんだよ。何か動画上がるかなって、あのね、なんか YouTube で上げるやつあるかな。あ、まあショートにしてポンってなんかこんなんやってたよってしれっと上げるのはありやな。トリッピーのスマートボールだけなら上がってました。あ、あれはね、そう、あれはもうそもそも動画撮るつもりで撮ったやつなんですよ。スマートボール。あれのためにむしろ来たって言ってたからね、トリッピー大阪は。そう。トリッピーが大阪に来たのはあれのために来てるから。であれはもともと動画撮るっつって、昼にもう動画撮るぞのテンションでやってたんやけど、ズズ来てからは普通に新今宮の世界を遊んでた。そうなんだよな。射的があったりとかさ、輪投げがあったりとか、なんかレトロなゲーム、縁日毎日やってる感じなんよ、新今宮って言ったら。そうな、ずっとその縁日やってる感じのところでお祭り軽く楽しみましたみたいな。新今宮今外国の方も多いですよね。うん、そうなんよな。あで、スパワールドも行ったんやけど、いやーよかったね、久々に行ったんやけどさ、スパワールドっていうプールね、未だに結構盛況やったな。ちゃんとめっちゃ長い滑り台とかもすげえ並んだし、まあ、夏休みやからやとは思うけれども。フルコンさんはスマートボール勝てました。あのね、トリッピーと一緒に行った時は普通に負けたんやけど、その後ね、オニキとか影丸くんとか、あの畑迫とか、あの飛び鬼のメンバーかなと藤宮とかと大阪案内してる時はちょっと勝った。そう、みんながさスマートボールも打ったりとかしてね、いやーこれ難しいっすねとか言ってる中、説明しながら俺だけめっちゃ出てもうて、あ、ごめん、ちょっと待って、じゃあちょっとここまでだけ打ち切って、ここは景品に交換してから帰るから、ただからまたその残りがでまたちょっと当たってまた増えて、あ、じゃあちょっと50で60で、じゃあこれでレッドブルもらって帰るかみたいな。そんな感じでみんなを待たせてしまった。ごめん、ちょっとだけ何も動画撮ってない。せっかく当たったのに、何も動画撮ってない。俺は、ただただ横で個人的に売ってただけやったから。そう、だからレッドブルに本当、そう、なんかお菓子、一箱持って帰ったよ。そうなんだよ。あらあら。